魚を切っていくねんな。何種類とんの？で、この図鑑で手の列、手の列、ガサガサカニを取りました。イエーイ。ちっちゃいカニ、カニですね。1種類目ゲット。あれ、今日は魚いません。お、おるおる。取れません、取れません。ゲット。そう。ゲット。これは何やろな。見てみますか。じゃあ、後で図鑑で見よう。うん、お、かわいい。おー、すげえ。やったー。魚らしい魚を取りました。小春さん。何でしょう、これは。見てて。ほら。え、なになにこれ、なにこれ。ほら、4種類目や。これ取って。なにこれ。ホタルの幼虫？これも図鑑で見よう。一種類目やな。なんか変な魚が何匹か取れました。図鑑で調べようか。うん、これはなんか大きい魚。なんかすごいなんか変な魚です。わかりました。おお。危ない。これはなんか変な幼虫みたいなものです。これは何で取れました。次の場所。一箇所目は？一箇所目は5種類取れていたので、次はここでガサガサしていくぞ。レッツお、何これ？何これ？メダカ？ほんまにメダカちゃん。あ、これほんまにメダカやわ。おお。こんなのですか。綺麗と思う。ほら。なんだそれは。綺麗しか見たことないんですが、これは多分ハヤですね。可愛いね。お願いしたわ、ご飯。魚15種類取れますよ。ヤイさん、ポイント。ヤイさんポイントで芋漁を探していきます。
レッツヤゴ。またヤゴ。ともちゃん。僕もヤゴ。何？新種？新種。え？ナマズや。え？え？なんかオオサンショウウオみたいな。え？何これマジで足生えてんて。え、嘘。あ、これあれや、ヤモリのイモリの子供や。赤ちゃんやわ。ここはヤゴしかいない川になっていて、ヤゴがしか取れました。わからない魚が2匹取れたので図鑑で調べます。ちょっと本当にも見て。お、めっちゃ取れてるやん。それ何が入ってる？タニシとか。エビやな。エビとタニシ。エビおった？エビです。これは2種類なんかな。ちょっと後で図鑑で調べます。取りたくない。おたま、おたまちゃん、おたま取れた。なに、お、ザニガニ。あ、ユウもおるやん。登場や。おった。お、でかい、しかも。おい。あ、また取れた。ケンゴロ、ケンゴロの赤ちゃん。いいよ。また見てください。バイバイ。バイバイ。